ワットチャンネルのりんです。ハリーです。今日はガムを食べます。りんちゃんとハリーちゃんはガムが大好きです。もう何してもガムちょうだいガムちょうだいなので、今日はガムを使って少しゲームしていきます。やったー、やったー。ルールを説明します。10個のガムをマミが買ってきました。たくさんあったよ。なのでこの10個を1つずつ食べていって、どの味かどうかを2人で考えて最後答えを出してください。2人でチームやね。はい、 OK ハリちゃん。それで全部当てたら明日お姫様のような扱いをあなたたちにしましょう。4つ以上間違えたら明日はシンデレラになってもらいますからね。はい。意味わかる？怖い。掃除ばかりしてもらいますから。オッケー。で、ライフライン3つ差し上げます。50/50。オーディエンス。投げてポンがあります。オッケー。はい。50/50わかるよね。投げてポンは後から説明するわ。オーディエンスはお父さんが同じガムを食べてくれるから、お父さんと一緒に考えて。ちなみにお父さんは牛肉を食べながら豚肉だっていう人です。豚肉食べてるっていう人ですね。じゃあ1本目やってみよう。はい、目閉じながら。お目目も開けて、色見えないから。ちょっと待って。何味食べたことあるって思うわ。どうですか？どんな味する？ちょっとなんかパイナップルっぽい。パイナップルっぽい。ハリーはどう思う？パイナップルどれですか？ほんでここ置いてみて。はい。はい。じゃあ2個目いきます。はい、目閉じて。はい、じゃあ、はい。どれやと思う？またこれ同じ。もう食べとくことあるって思うわ。あ、そう。この味。ライムかな。それやと思う？うん、これと思います。ハリちゃんも？うん。3番いきます。目閉じといてよ。どんな味かな？スイカ？私もスイカって思ってたわ。視聴者の人には、答えを今から教えます。で、結局どれやと思う？はい、4番目いきます。ちょっとオレンジの色するから、この2つかもしれない。味するからやろ。オレンジの味がするの。うん。で、私もこれと思う。私も。じゃあそれは置いて。5個目いきます。はい、目閉じて。食べたことあるわ。これ大好きなガム。これ大好きだ。ライムとも。でもこれ違うみたい。ああ。違うわ、ここに入らないわ。ちなみに前のガムはもう食べれないからね。それライムだと思うんだったら2番目をちょっと開けといてライフライン使ってもいいじゃん。お父さんに食べてもらうとか。そうやろ、はりちゃんどう思う？うん、私これ思った。じゃあライフライン使おう。6番いきます。7番目いきます。はい、8番いきます。あっち見て。はい、9番。わっこれドラゴンフルートは一回も食べたことはない。美味しい。私もこれにしとこうか。10番。10番はこれが自分が思います。で2番がわかんないんだよね。うん。じゃあオーディエンス使おうか。やった。で2番の味を今からお父さん食べてもらうから、お父さんと話し合って、うん、口開けては口だけ開けて色で分かっちゃうからthere's a little, it's a little citrusy and it's a little minty at the same time. あ、ヒントも But citrusy means that it could be lemon, lime, orange, grapefruit, like any of those types of グレープフルーツって言ったから。Grapefruit is a citrus fruit. That is true. I can't tell if it's a grapefruit that I'm tasting, or if I'm just eating an orange peel. I guess more than lime. I know there's lime in this one, but more than lime, I would say this is kind of a grapefruit flavor.もうライフライン使いませんね。使いません。はい、答えを言います。1番目に食べたのはパイナップル。2番目、オレンジ、ライム、グレープフルーツ。3番目、スイカ。4番目、オレンジ、キウイ、マンゴー。5番、ライム。6番、イチゴ、ライム。7番、いちご。8番、ブルーベリー、ザクロ。8番、ブルーベリーになった。9番、ドラゴンフルーツ。ラズベリー。いや、もう食べた、もういっぱい噛んだから。プリンセス扱いは明日からだからな。ちなみに投げてポンはこんなライフラインでした。